ノブくんデザート食おうぜ。いや食べましょう。せっかくねコーヒーさっき入れたとこなんでコーヒーに合うデザートをねちょっと食べましょうよ。おいいねいいね。ちょっとね用意したのがホットケーキミックス。イエース。で珍しい見てほらあけび。あけび。ノブくんこれ食べたことないですもんね。私初めてですこれ。これでちょっとコーヒー入れた後にねデザート食べたいと思います。おい。じゃあ私ホットケーキミックス作っていきましょうか。おい。おい。じゃじゃじゃ、まあこいつ開けちゃいますね。卵1個でいいんだよね。卵1個でいいんだよね。交渉卵。美味しそうでしょ。ポリフェノール、タンニン入りって書いてある。めちゃめちゃうまそうですよね、それ。うん、なんかいい感じのツヤツヤな、ツヤツヤ卵。ツヤ卵ですね。四つ葉牛乳。じゃあちょっと分量をかかって飲んでいこうか。はい、で、まずは卵と。じゃあこれボールの代わりに使います。はい、卵1個ですね。卵1個。次に牛乳です。牛乳どのぐらい入れるの。牛乳を 100ml です。シェラカップで測りましょう。四つ葉牛乳。はい、100ml ここまでですね。はい、ありがとうございます。やっぱねアウトドアってさこうリラックスがねしたいからね。デザートまで食っちゃうっていうね。ゆったりした時間を過ごしましょうよと。で画角に映るようにね、これちょっと映るようにこう牛乳を。四つ葉牛乳ね。これどのぐらい入れるんだ。2分の1袋ですね。半分。結構量多いんだね。はい、こいつ半分入れちゃいます。みんなねボフボフっとほいほい。こんなもんですね。混ぜ混ぜする。混ぜ混ぜしますと。よし。フライパンを中火で熱し、一度濡れ布巾の上に乗せ、少し冷まします。うん、へえ。俺ね、ホットケーキミックス自分で作るの初めてかも。あ、本当ですか。じゃあちょっとここでフライパン使っちゃいましょう。はい、これモンベルのフライパンです。皆さん見てください。これ卵がいい卵でかなり黄色くなってます。本当だ。超うまそう。うまそうじゃん。じゃあはい、じゃあちょっと熱します。はい、熱しておきましょう。待ちます。その間私混ぜます。濡れ布巾。濡れ布巾がないので軍手濡らしてきます。ダマがなくなるように頑張って混ぜます。そろそろいいのかな。ゆで立ってきましたね。いいじゃん、良さそうですね。はい、少し冷まします。次はね弱火で生地の3分の1を高めの位置から流し入れます。高めの位置からですね。高めの位置から弱火で3分間ほど焼き、表面にプツプツと泡が出てきたら裏返して 2,3 分間焼きます。全体に火が通れば出来上がりです。お、いい感じ。お、いい感じじゃないですか。はい、よし、こちら準備 OK でございます。はい、じゃあもう一回。あ、すっげえ熱い熱い。弱火にします。はい、はい、こいつの3分の1を高めの位置から。高めの位置、これぐらいですかね。入れちゃいます。結構ちっちゃめかもしれないですよ。3分の1多分こんなもんです。うん、はい、弱火で3分。はい、プツプツと泡が出てきてからね。お、これじゃないですか。ちょっと場所を移動させながら。おー、うまそう。出てきたよ。おー、いいですね。では裏返しましょうか。ナイフとかあるよ。お箸でちょっと頑張っていいですか。どうですかね。おー、なかなか。はい、ありがとうございます。で、ひっくり返しちゃいます。ほい、ほい。お、来た。へい、お、来た。
当に焼きましょう。結構綺麗にいい色出てますね。蜂蜜とバターでいただきましょうか。焼けてる感じです。では1枚目こちらいただきます。1枚目完成。2枚目です。高めの位置からこんなもんかな、うん、はい。ちょっと均等になるような方が形が綺麗上手にできてる。ほら1枚目より成長を感じますねはい、ではひっくり返します。いきますね。お、あ、ちょっと焦げたやっぱでもこれフライパンあるといいね。便利ですね。うん、20センチのフライパンでちょっとね、かさばるんですけど、うん、意外とやっぱ料理するのこのサイズいいよね。いいですね。ちょっと深さもあってね、ちょっと煮たりも。沖縄にこれだけ持ってってみんなでね、これにね、ソーキそば入れたりとかして食べたんですよ、海辺で。やりましたね、うん、あれうまかったよね。うまかったっすね。いい思い出ですよね。ね、あれよかったよ。それではあけびちゃん。うわ、あけびちゃん紫のかわいい。ちょっとこうね、カットしてみますか。半分にカットしちゃいましょう。なんかどんな色なんですか。トムくん、あけび食べるの初めてなんですね。初めてなんです。中が白い。あけび、あ、割れちゃった。ほら、うまそう。じゃあ3枚目、最後ですね。全部入れちゃいます。あ、ちょっと多めでしたね、最後も。でかい最後でかい分量完全に間違えましたね巨大なやつを。はい、ひっくり返せるかな。ノブくんの入れていただいたコーヒーと一緒にね。はい、あ、うまい。こんな感じ。ふつふつと。ちょっとフライパンがでかくてシングルガスバーナーだと回してあげないといけないかもしれないですね。ひっくり返しちゃいましょう。よしよし、うんうん、せーの、せはいはい、頑張ってひっくり返してみましたこんだけでかいと無理二人で頑張りましたね。はい、3枚目焼き終わりました。おい、置いてから半分にカットした方がいいんじゃない。そうしました。いや、でかすぎでしょ見てこれ、皿に乗らないこれ状態手でいくけど、ほら大きさの違い3分の1って難しいっすねちょっとね、これ半分にカットして4枚にしちゃいましょう。はい、あ、でもね、うまそう。いい匂い。ナンみたいになっちゃってるねコウのコウ。そうですね。で、バターと蜂蜜乗せましょう。はい、バター乗せて蜂蜜。うおー、うまそう。いいですね。本日のキャンプのデザート完成でーすやったやばい、うまそう、うまそう贅沢だなこれ種を食べて外はちょっとアクがあるんで、こう持ち帰りして天ぷらとかするといいらしい。アク抜くすると。なるほどですね。はい、どうぞ。お、これはもうガシッといっちゃっていいんですか、うん、かぶりついちゃって。いただきます。こんな感じに種が入ってる。うまっ。どう、うまっ。初めてのあけびうまいっすね、うん、ホットケーキ食べますか。いただきましょう。じゃあ俺カットするよ。はい、どうぞ。いただいちゃいましょう。バターは置いておいて。いただきます。でかいでかいよね。うん、ちょっと焦げてる。甘い。キャンプでホットケーキいいかも。フライパン1個あるとできるからありだね、うん、ホットケーキミックスと卵と牛乳あれば、まあ、基本的に焼けますしね。あと蜂蜜あるとね、オプションとして、うん、まあこんな感じでキャンプでデザートを食ってみたっていうわけのわからない動画でした。今日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。